にちは、ギター講師の副島俊樹です。今回なんですけど、全3回でこれからセッションに行く人のためにジャスト・ヤ・トーバスを徹底解説するという動画の第3回目になります。第3回目、最後となる今回はバッキング、ソロに続き、ワンランク上でかっこよく弾くためのコツについて、それぞれバッキングとソロ2つのパターンで解説をしていきたいと思います。で、これまでの動画で基本的なバッキングパターンとペンタで最低限おしゃれにソロを取るためのコツっていうのをお伝えしているので、そちらまだの方はぜひね、これから遡っていただいて概要欄のリンクで第1回2回を見てみてください。で、そして第1回2回を見た方に向けた、もうワンランク上にね、光り輝くプレーをね、今日は少しコツとして紹介していきたいと思います。では早速いってみましょう。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。で、今回お伝えするテーマはたった一つです。それが、ナインスという音を使いワンランク上に行こうということなんですね。バッキング、ソロ、それぞれこのナインスという音、テンションの音を使い、飛躍的にね、かっこよさを上げるということになります。それでは早速バッキングの方からいってみましょう。でバッキングの方では、ベーシックなパターンとしてこういった感じでね、コードの進行っていうのを第1回目にレッスンをしております。で、その第1回目で紹介したコード進行の中でメジャーセブンスとマイナーセブンスにおいてナインスっていうのを入れたコードを押さえると、まず最初 D フラットメジャーセブンス、これ早速ナインスポイントなんですね。ダイアグラム表示してます。こんな感じになります。この、ね、一番てっぺんの音がナインスなんです。ナインスっていうのはルートから数えて9つ目の音です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 というね、綺麗に9個目の音。実は9個目の音っていうのはこのルートの次の音でもあるので、1度、ね、でこれ8度なんですけど、これもある意味1度ですよね。オクターブ同じ、オクターブ違いで同じ音なんで、その次の音なので、いわゆる2番目の音のオクターブ上っていうのがナインスになります。で、それぞれのね、マイナーとメジャーでそれぞれ押さえ方が変わります。そして C7 スを経由して次 F マイナーでもナインスを作ってください。こんな押さえ方になります。これちょっと慣れるまで押さえづらいです。普通のマイナーセブンスに比べるとなんだかとっても複雑でかっこいい響きですよね。そして E フラットナインス、 E フラットマイナーナインス、ここもさっきの2フレット下に下がる。そして A フラットセブンス、通常通り弾いて、またこうなっていくわけですね。こうしただけでだいぶおしゃれ度が上がります。セブンスでのナインス、そしてマイナーセブンスにおいてのナインス、それぞれコードのフォームっていうのを改めて覚えていきましょう。最初は少しね、苦戦すると思うんですけど、慣れるともうめっちゃ簡単に押さえれます。さあどうでしょうかね。こんな感じでバッキングにおいてワンランク上に行くためには、みんなが普通にメジャーセブンスを押さえた時に1人だけナインス、ね、マイナーセブンス普通に押さえてる間にみん自分だけはこうやってナインスを弾けると、こういうところでね、他の人と差別化が、図られてめちゃくちゃかっこよくなっていきます。それでは、続いてソロですね。ソロでは F マイナーペンタのみでこの間はね解説を入れてます。ただここにナインスの音を入れるんですね。 F マイナーのナインスですので 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ここです。3弦の12フレット、この音を使ったフレーズっていうのをいくつか用意してますので、そちらをまずコピーしてみてください。まず1つ目これですね。そしてもう1個これです。
で、これらを混ぜるだけでもうほんと飛躍的におしゃれになります。彩り鮮やかというか、よりこう複雑な響きになってきましたね。それぞれ見てみましょう。まず一つ目のフレーズなんですけど、これですね、最初にナインスの音から入ってますね。で、ここの上二つはペンタの音ですね。で、ここでまたナインスに戻る。その後がポイントです。この後ね、普通だったらこうルートに戻って順当にペンタの音を下るっていうことが多いと思うんですけど、今回ねこう飛ばして1音ずつ飛ばして戻っていくんですね。これってすごくコード感があります。これだけでね一つの和音になってるんで、まあっていう感じ。そしてもう一つがクロマチックアプローチを使ってます。より複雑ですよね。でこのね4つの音を使ってて、最初はこの音、ペンタの外の音ですね。ここあえて弾きます。でナインスで半音スライドで上がる。でこれを問いかけフレーズとかで使っていくととっても効果的ですね。でこの後ペンタ、もう一回ね。これもワンランク上な感じがしませんか？今回ねバッキングとソロについてワンランク上で弾くコツを教えていったんですけれども、ちょっとね復習をしてみましょう。まず、大事なのはナインスの音っていうのを使ってバッキング、ソロともにレベルアップをするということですね。でナインスの、バッキングにおいての使いどころなんですけど、メジャーセブンスにおいてこのバッキング4ナインスのコードですね。メジャーセブンス、ナインス8、そして、普通の C セブンスを弾き、ここですね、 F マイナーのナインス、そして E フラットナインスで A フラットセブンス、こういう風なまず押さえ方をしていきます。で次にソロなんですけど、 F マイナーペンタにプラスアルファでナインスの音を入れるよと。でナインスの音を入れたフレーズ2つ紹介しましたっていうものとっていうもの。これをいつもの皆さんの手癖に入れるだけでこういう感じでおしゃれなんですよね。こういった感じですね。これすごく大事なことですね。で、ナインスっていうのは復習すると、ルート音から数えて9つ目の音なんですね。でこれちょっと難しいんですけど、 F においてはペンタで9つ目ではないですね。ナチュラルマイナーというそのマイナースケールで9つ目の音です。でそうするとね、ナチュラルマイナーをちゃんと覚えないと自分で導き出しづらいんですけど、まずはこの動画でポジションだけでもいいので、このルートからの距離、そしてこのコードフォームというところで暗記してしまうというのも一つの手なので、まだねスケールがよく分からなくて自分で数えて導き出せないという方は、まずはこの暗記で、アプローチしてみましょう。今回3部作でこのジャスト・ラ・トゥーバスを解説してきました。最後に、全ての復習をしたいと思います。まずね、バッキングなんですけど、基本的なパターンっていうのは A メロはこの白玉、こうやって伸ばしてあげるんですね。でサビではこうカッティングします。でもカッティングといってもこうすごくシンプルなパターンでいいんです。そしてソロですね。ソロにおいては実はテーマがこういうふうにほぼペンタなので、
音遣いもペンタオンリーで十分大丈夫なんだけど、それだけだと単調になってしまう。そんな時に活かせるのが Q&A フレーズでしたね。まず自分で問いかけをする。その後にちょっと待って、このようにね、アンサー部分っていうのを作っていくと。でこれがね、大事ですね。この自分の中で会話を、作っていく、こういったことがすごく大事になります。そして、ここにね、今日やったナインスでワンランク上に行くというコツが合わされば、このね、動画を3部作ちゃんと見て練習した皆さんだったら、ソロ、バッキング、そしてまあ、いろいろセッションのね、現場においてもまずはちょっとね、一つ、きっかけになるかなと思いますので、ぜひお役立てください。で、僕のチャンネルではこのようにセッションの定番曲解説だったり、ネオソロについての動画を分かりやすくね、まとめて投稿してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。僕のネオソウルのプレイスタイルを、まとめた教則ノートというものがございます。こちらめちゃくちゃ、今ね、ありがたいことに売れております。なのでぜひね、詳細気になる方は概要欄からリンクをチェックしてみてください。そして、僕のレッスンやサロンに興味がある方は無料のメールマガジンを概要欄からリンクで登録してみてください。無料のレッスンが6回届いた後に、その後コラムが不定期で届きます。ここでね、いろいろ雰囲気などを確かめていただければなと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。